宝雲寺の山梨資料館、三名像で展示されている鎖釜鎖釜とは、草刈り釜に鎖奮銅を取り付けたような形をした、武具で、農工具を武器として発展させたものである。主に縦脇を許されない、身分の者の護身用の武器としても用いられ、日本の武術格流派では隠し武器として用いられた。鎖釜術は、武芸18発の一つと申されている。 鎖釜の形態としては、鎌の頭端部に鎖噴銅を取り付けたもの、鎌の柄尻に鎖噴銅を取り付けたものの2種類が一般的であるが、各流派によって形態は様々であり、大鎖釜と称する柄の部分が4尺のもの、7尺の八重釜に鎖を付けた80鎖釜、鎌の頭頂部に槍先を付けたものなど、様々な形のものが確認されている。 鎌の頭頂部に鎖奮銅を取り付けた形態のものは、主に片手で用いる目的があり、手首への負担を考えて、鎌の部分も小さく鎖も短い、小ぶりにできている。鎌の柄尻に鎖奮銅をつけた形態のものは、両手で用いるように作られ、鎌の部分も大きく、鎖も長めにできており、投げた時の反動や敵に鎖をつかまれた際、 鎌の歯で怪我をしないように柄に、森剣や唾がついていることが多い。現存する、鎖鎌の多くは、いわゆるの単野によって作られたものが多く、刀鍛冶により作られた罪名のものは、極めて少ない。偽物も多く、中には、神鎌や飛び鎌といった、別の種類の鎌に鎖糞銅を取り付けたものもあり、骨董的価値の高いこれらを、 鎖釜の偽物として仕立てることで価値を失わせている者も,も多い。敵の頭部、顔面、すね、小手の部分を狙って、噴霊を打ち付けたり、敵の武器を鎖で叩き落としたり、敵の手首や足に鎖を絡めさせたりしながら、敵の動きを封じた後左手に持った釜の刃で、切りつけと止めを刺す。頭頂部に鎖噴霊を取り付けたものは、片手で鎖を振り回しながら、 敵との間合いを測りながら、噴霊を打ち付けて用いられ、柄尻に鎖を取り付けたものは、毎日差術で用いられるように、数十センチメートルほど垂らした鎖を回転させて、勢いをつけた上で、直線的に投げつける、スリングによる投石に近い攻撃方法が取られる。鎖噴動は一度投げると鎖を巻き取り再度振り回して、攻撃体制が整うまで、 非常に時間がかかるので、鎖釜術を伝授する流派では、鎖奮動を交わされた場合の戦闘を考慮した、接近戦戦闘法を繰り返し稽古している。長江の鎖棒の中には鎖釜に類した武器もあり、棒先に鎖奮動をつけ、石突きの方に鎌を備えたもので、鎖釜とは逆さの外見をしている。 一心流の鎖釜は逆手に持つため、森剣が塚頭より釜の付け根についている。ありがとうございます。